い、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシュンです。今日はこのチューリップ、まあ、フレミングパドットというチューリップですけれども、このチューリップを使ったアレンジメントを皆さんに紹介したいと思います。このチューリップ、まあ、今こういうふうに持ってますけれども、垂れるタイプのチューリップなんですね。どんどんこう花が伸びてどんどん垂れていきます。なのでこのチューリップをこうどのように生けたら綺麗に光るか、そのあたりを重点的にやっていきたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では今回はこの器にアレンジをしていきます。はい、ではまずこういう枝を入れていきます。この枝ってね、これブルーベリーの枝なんですけれども、こう葉っぱとかがこう終わった後のやつですね。よく皆さんが捨てちゃうやつなんです。よく僕言うんですけれども、こういう枝は捨てないで取っておきましょう。そうすると何かに使えるかもしれません。まあ捨てるのはいつでも捨てられますから、捨てないで取っておいて、こういうアレンジで使えたりしますので、ぜひね、取っておいてみてください。何でも取っておく。まああんまり取っておく、取っておいてゴミ屋敷みたいになってもダメですけど、ある程度は取っておく。それが大事です。次にこのフレミングパロットを入れます。その時にこの28番ワイヤーですね、この細い28番ワイヤーを用意しましょう。でこのチューリップは、まあ、垂れるチューリップなんで、こうある程度動くんですね、花がね。で動かしてあげて、ここでワイヤーで止めます。枝に止めますね。軽く止めとけば OK です。ここから先は割ともうその方その方の好きなようなやり方でいいんで、このチューリップフレミングパロットをどんどん刺していきます。だいたい普通枝を使うときは先に枝取りをして、枝をさばいてからお花をアレンジしていくことを皆さんにレッスンしてましたけど、このタイプに関しては主流がこのチューリップなんで、すいません主流がこのチューリップなんで、枝は後からさばきます。割とこうバサッと入れといて、不要な枝を後からさばきます。はい、そしてここでレザーリフファンでファンデーションワークをします。このドラセナを丸めて入れていきます。そしたら最後にこのスプレーカーネーションをこの隠し味程度に入れて終わりにしたいと思います。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。
このチューリップのね、この動きです。これが重要なんです。これ短いチューリップだとできないんです。このフレミンパロットとか、まあ、こうフレンチ系のね、長いチューリップですね、垂れるチューリップなら全てこういう風にできます。なの でこれね、今こういう状態ですけど、次の日になるとちょっとこうチューリップが上に上がるんですね。上に上がってガッと咲くんで、ものすごい綺麗です。ものすごい華やかで、ものすごい綺麗です。なのでぜひね、一度はやってみてください。では今日はこちらで終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time。 全然なんない。また恋ダンス、すげえ難しかったぜ。じゃあな。